大家好、我叫天津勇士。皆さんこんにちは、浅井勇気です。さあ今日はですね、今から使えるワインのテーブルマナーということで、お伝えしていきたいと思います。先に言っておきます。今日のこの動画ではワインの詳しい知識というのはお伝えしません。ブドウ品種でしたり、どんな香りがするのか、どんな味わいがするのかというのは一切お伝えしません。ただ今日お伝えすることは、これを知れば、あ、ワインの方知ってる方なのかなと思うような技ですね。そんなテーブルマナーをお伝えさせていただきますので、ぜひとも最後までご覧いただければと思います。私はですね、日本ソムリエ協会認定のソムリエでございまして、2018年から21年まで約4年間、上海の中華レストランにてソムリエをさせていただいておりました。今日はですね、ぜひとも皆さんに価値ある動画をお届けできればと思っておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。では早速ですね、今日は、お話を進めていきたいと思いますが、まずですね、ワインを楽しむための流れですね、これ一番大事ですので、ぜひ知っていただければと思います。こちらですね、ワインだけでなくお酒全般なんですが、見た目、香り、味わい、この3つですね、この3つを、やっていただければと思います。ただ今日はこの香りでどんなところに注目するかなどは、お伝えしません。ただそのポージングですね、ワインを注がれた場合、少しですね、ワインのこう傾けて、このように傾けて、実際本来ですと白い、紙の上とかで見るのが一番いいんですが、まあ、何もない場合は自分の手のひらですねに、ワインを少しね傾けて、あ、こんな色合いなのかなというふうに見ると。で続いて香りですね。香りの場合ですね、このグラスがありまして、この手前でよくやる方がいるんですが、ここではちょっと物足んないですね。しっかり鼻をグラスの中に入れるぐらい、鼻を近づけていただいて、このグラスの縁が皮膚につくぐらいまでね、近づけていただければと思います。そうすることによって香りがしっかり感じられます。まあ、どんな香りかというのを今日はお伝えしますね。今日はポージングです。マナーはですね、見た目、はい見ました、はい、香り、そして味わいですねを楽しんでいくと、このような流れをぜひですね、皆さん覚えていただければと思います。詳しいことはまた別の動画でお話ししますので、今日はこの流れをまず知っていただきました。続いてグラスですねにワインを注ぐシーンがあると思います。ね、皆さん家でもね、ワインを開けて知り合いの方にワインを注ぐシーンあると思いますが、大体ですね、この目安を覚えていただければと思います。グラスがですね、ありまして、この一番太い部分ありますよね、このちょっと下ぐらいまで注いでいただくと適量と、言われておりますので、ぜひですね、今日からそれを目安に注いでいただければと思います。続きましてグラスの持ち方ですね。皆さんね、普段ね、この足ステムという部分を持って飲まれている方いらっしゃると思います。こちらで問題ございません。これでも全然大丈夫です。ただね、今日はですね、もう一つ持ち方があるということを学んでいただければと思います。それはですね、このグラスのボールの部分を持ってこのように楽しむ飲み方です。こちらが一応ですね、国際的なね、グラスの持ち方とされておりますが、これはルーツとしては昔ヨーロッパの方で立食パーティーが多く、まあ乾杯する際に、ね、安定するように、ね、このような持ち方が主流とされておりました。ただですね、今着席パーティーも多いので、このようなね、飲み方も一般的になってきております。国際的にはこれはソムリエがね、テイスティングする、際の持ち方とされておりますが、全然皆さんが、普段ねワインを楽しむ際はこのような持ち方で良いと思います。ただですね、こちらの持ち方もぜひね、知っておくとね、あ、ワイン通なんだねという風になるかもしれませんので、ぜひとも使っていただければと思います。さあ続きましてはグラスの回し方です。これ皆さんね、ポイントなので覚えていただければと思います。結構ですね、右利きの方で時計回りにグラスを回している方多いんじゃないでしょうか。これはダメだということではありません。ただですね、今日からはぜひ反時計回りに回していただければと思います。なぜかというと、これスワリングというんですが、ワインを空気に触れさせる作業ですね。これをしている際に、私も経験あるんですが、勢い余ってこうパッと跳ねてしまうシーン、皆さんないでしょうか。このシーンで
内側、自分に向かって回していれば一番力が入るこう手首をひねる瞬間でこう自分にかかるようになると。逆にこれが時計回りですと隣にいる方にかかる可能性があるということで非常に危険であると、そういったエチケットの意味を含んでおります。ですので今日からはぜひ内回り、右利きの方は反時計回り、逆に左利きの方はい時計回りに回していきましょう。このことによって自分に何かあってもかかりますので、周りの方に迷惑をかけることはありません。続きまして、テイスティングについてです。今回お伝えするのはそのソムリエがやるようなこのテイスティングではなく、皆さんがレストランとかで行ってちょっと飲むようなホストテイスティングです。皆さんも経験あるんじゃないですか。レストランに行ってサービスマンの方がちょっと注いで、はい、テイスティングお願いします、もしくはテイスティングされますかというふうに伺いをされるシーンですね。皆さんその際にテイスティングちょっとわかんないし、いやあ大丈夫です、ぜひ注いでもう注いでくださいということもあると思いますが、この動画を見た皆さんはぜひでですね、今後はそのホストテイスティングに臆することなく臨んでいただければと思います。ここで飲みたいポイントは一つありまして、これは決してワインを語るテイスティングではないということです。これはワインの今日提供されたワインが、保管状態が良く品質の良いものかというのを確かめるチェックするテイスティングということを皆さん、知っていただければと思います。ですので、まあ、ワインを注がれたら、まあ、先ほどね私がお伝えしたように軽くね色合いを見てで香りを確かめていただいて、そして味わいを、飲んでいただいて確かめていただくというふうな流れをして、特にね香りの部分で一周がしないかね、飲んだ後になんかこうもう本当に腐ったような酸っぱい味わいがしないかとかいうふうなことをチェックしていただければと思います。時々ね、まあワインにはコルクが使われてまして、コルクの、まあ、兼ね合いでブジョレというね状態が陥ることもあります。そうするとですね少し香りの部分で湿った雑巾のようなね、香りがしたり、味わいをですね、全くこうブドウのね味わいがしなかったりというふうなシーンがあるので、まあ、そういったこともね念頭に置きながらチェックしていただければと思います。大体のワインは、基本的には、良い状態のものが多いと思いますので、良ければ大丈夫ですと、このワインで大丈夫ですと、そのままお伝えいただければと思います。もしねちょっとでも気になりましたら、ぜひねサービスマンの方にお伝えいただいて、まあ、レストランの方にもチェックしていただければと思います。でもしね状態がねあまりよろしくないものであれば、新しいものをね用意していただけると思いますので、ぜひともねここはね気になったらサービスマンの方に言っていただければと思います。続きましてね乾杯ですね。乾杯、これもねよく皆さんねワインのグラスとグラスをねよくぶつけて、乾杯するシーンもあんまあると思います。まあ、そういったシーンもね、まあ、絶対にダメというわけではありません。ぜひですねお祝いのシーンでしたりね、やっぱりね音を立ててね飲むとね、まあ、盛り上がるシーンもありますので、そこはね絶対にダメなんだということではありません。ただぜひですね皆さんのマナーとして覚えておいていただきたいのは、ぜひこのグラスとグラスは基本的にぶつけないものなんですということがワインの、ルールですね。基本的にはぶつけないでちょっとこう持ち上げて乾杯というような仕草をお互いにするというのが、まあ、一般的なマナーであるということを皆さんは認識していただいて知ってますと、その上で、まあ、その場のね、TPO で、判断していただければと思っております。続いてですねサーブの受け方、この1杯目飲み終わりました、あとはねあともう少ししかないということで、サービスマンの方でしたり、例えば家で飲んでいるのであれば、どのか友人の方が注いでくださるというシーンあると思います。そのシーンでねよくね見かけるのがこのワイングラスをね持ち上げてビールみたいにこう受けに行くシーン、たまにね私も見かけますが、これはですねぜひしていただかないでいただければと思います。このままね机の上に置いたまま状態で注いでいただくのを待つ、はい、こちらで大丈夫です、ね、やはりねこう浮いた状態のグラスにねワインを注ぐというのはね、なかなかねテクニックも必要なものでありますので、しっかりとした安定した状態で、注ぐ方に注いでいただくということをぜひ覚えておいていただければと思います。はい、この
このようにですね、今日から使える、ワインのテーブルマナーということでお伝えさせていただきましたが、まだまだね、いろいろね、お伝えしたい部分はありますが、まずはここを押さえていただいて、今日からのワインライフで生かしていただければと思います。今後もですね、ワインについて、動画をアップしていきたいと考えておりますので、今日の動画が良かった方はグッドボタン、ね、今後向いていきたいとかいう方はチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画で会いましょう。